行きましょう。残すところあと2試合です。ベスト8先行青コーナーギロチン、高校赤コーナー松本、ビートが変わります。まずビート聞いてみましょう。 DJ HR、 自分の人生語ってもらいましょう。それでは先行の青コーナーギロチンから会場に向かって一言。ごめんね、シャウト一言どうぞ。お兄ちゃん、今日はあのパンパスっていうクルーで ラップやってて、ライブやってバトルもきっちりやるんで、よかったら覚えてて帰ってください。ギロチンって言います。高校のまっちゃん、はい、皆さん効果を楽しんでるようですね。あの俺もこれからまだもうちょっと頑張れるように楽しもうと思うんで、はい、とりあえずもうそんな感じでね、あの最後まであの楽しみましょう。大事シャウトっすからね。シャウトっすから確かに、はい、あの頑張ります。先行が青コーナーギロチン、高校赤コーナー松本。それでは行きましょう。 DJHR レディーファイ、いつかのバトルじゃあんたには負けたりしならば、借り付けてきっちり返すぜ。全部受け取ってくれたけど、今日は俺が勝利は奪い取るぜ。いえ、ここがどうせタイルはラフでハグ、こういう感じでハグでバス。今日は言われすぎだぜおっさん、勝利いただきます、ごちそうさん。Yeah、おっさんおっさん言われても俺ならしてんだよ降参。 Yeah、 横のサイドで頑張る降参、おっさんの力を見せるぜ、まるでボクサーみてな感じでパンチラインでバッチリかましていくぜ。 Yeah、 これが俺の背中だよ、お前はまだまだ追いつけねえだろ。 Yeah、 そのパンチ受け止めてカウンター返すぜ、俺もアンパンチみたいな感じだけどいい感じ、でかい背中今日は飛び越えとくときだよ。確かに俺たちは前面だけども、それだけじゃ甘くはないぜ。あんたと俺は先輩後輩だけど、そろそろしようぜ世代交代。いえ、ずいぶんアンパンチって言葉が聞こえる簡単に、俺なら昔といつも同じさっと話して言葉のギロチンで、お前の首ちょんぱするような感じだぜ、わかるかな。いえ、これが俺のスタイルだ、お前のガッチリバイブ受け取ったぜ。終了。それでは判定お願いします。先行青コーナーギロチン、高校赤コーナー松本。まずは松本陪審レディージャッジ。赤勝者松本。